こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。まあ毎日毎日コロナ、そして、店が倒産とかね、あとは、まあ、これからコロナ税が上がるとか上がらないとか、韓国がうんたらかんたらとか言ってますけども、あんまりいいニュースっていうのが全然なくて、やっぱり人の不幸は蜜の味というところで、人の不幸話とかね、まあ、トラブルの話だとかっていうのは視聴率が稼げるんで、マスコミさんが一生懸命それを報道してるんですけども、ではじゃあYouTube もどうかって言ったら結構そうなんですよ。なんかアラフォー独身無職とかなんて書いてあるとみんな見ちゃうでしょ。まあ俺もたまに 見ますけどもね、アラサー独身無職とかね、派遣を辞めたとかね、そういう話、まあそういう話皆さん大好きだろうから、この私の、30社以上、転職経験がある人間が不幸話をしましょう。これね、前にちらっと触れたことあるんですけど、詳細は語ってなかったんで、どうしてそういうことになったのかということで、1日で辞めた、仕事の、ね、話をしましょう。まあ、そこはね、正社員で募集がありまして、もう昔の話ですけども、営業職の募集がありまして、埼玉県の A 市というところで、求人がありました。でそれを受けに行きまして、で、まあ、営業系の経験はね、有名な会社とかでも、まあ、接触とか打ち合わせとかね、いろいろありましたんで、だからできるかなというところでそれを応募したんですけども、でまあね、変わってる会社で、まあ、面接のいきさつというのも、本当は1回面接を受けて二次面接もあって、さらにそこから電話で、お返事しますよという流れだったんですけども、なんと、俺が面接行った時、いきなり1対1の面接、1次面接でもう二次面接が始まりました。奥から社長と専務っていうのが出てきまして、本当はその総務の部長さんとの話で、ふるいにかけられて第一次、試験ね、一次面接で、終了だったんですけども、なんかいきなり出てきまして、ちょっとお時間よろしいですかみたいなことになり、何でしょうって言って話したら、二次面接やりますみたいな話になって、なんだそれはと思いながらも、まあ受けたわけですよ。でいろいろまたそのね、上の方との話をしたところ、そして3人でね、その合計3人で一通り面接終わった後に、なんか小さい声でね話し始めて、あと筆談とかね始めたんですよ。で何かなと思ったら、後日採用合否の連絡をするということなんですが、みたいな、今回ちょっと特別にということで、この場でうちの方は働いていただきたいので、まあ、どうでしょうかという話をもらいまして、まあ、それであれば、まあ、ぜひご厄介になりますということを伝えたわけです。そして、3日後か2日後に確かに、ね、あの時は、出勤をしたんだね。で8時半から5時半という話で、8時間労働で、1時間休憩がある。で昼がね45分で、10時が5分で、3時に10分休憩があるということで、でまあ何も知らんで、普通にね行ったわけですよ。だから8時半、出勤だから、まあ、8時15分ぐらい、15分前ぐらいに、入って、そのまま着替えることもないからね、スーツの仕事だったん で普通に入っていったら、もうなんかね、綺麗にね皆さん片付いてまして、で、まあ、この辺座っててくださいって形で座らされたんですけど、まあ事務所がね綺麗すぎてっていうかね、清潔とかそういう意味ではなくて何にもないんですよ。わかります？テーブルと椅子だけがあって、そこに皆さんが座ってて、役員がこうやって向いて座ってたら、従業員はこうやって向いて座ってるんですよ。向かい合わせの状態でね。それでパソコンとかは共通のパソコンを交代で使うと、使いたい人が使って、空いたら誰かが使うと。だから真っさらの平机の状態なんですよ。でペットボトルとか飲み物のコップも置いちゃダメと、コップを置くなっていうのがわかるんですよ。もし置いといて引っ掛けて倒しちゃったら、蓋がないわけだから、コップがこう、ね、コップからこぼれて、コーヒーとかお茶とかこぼれて、書類が、ね、濡れたり机が濡れたりっていう、それで余計な仕事になりますから、それは他の会社でも禁止というのはよくあります。それで稀にね、稀にペットボトルもダメですよって会社もあるんですが、そこはもう全てダメです。マイボトルとか、そういうのは、その当時はね、マイボトルってそんな持ってる方っていなかったんだけど、まあ、水筒を持ってくるとか、でそういうのもダメと。だからどうするのって言ったら、飲むときに引き出しから取り出して、飲んで、そしてまたしまうみたいな。そして使うもの以外は机の上に置いてはダメということです。だから電話機と自分が使っている、例えば書類とか、あとペン関係
と消しゴム、もうそれ以外置いちゃダメなんですよ。余計な例えば定規とか置いてたら、そこを今使わないんであれば定規をしまう、電卓も使わなければしまうという形で、本当に必要最低限のものだけを机の上に置くと。そして向かい合わせに座ってるんで、これ遮るものがないんですよ。だから常に 目が合うっていうかね、あの見ると、見ればよ、見ればよ、仕事やってるのは下でね、下向いてるから分かんないんだろうけど、まあ、そんな配置の席ってないでしょ。あのサラ金の会社ね、金貸しの業者だったら入り口があって、こうね、入り口があってお客さんが入ってったら、みんなこうやって従業員が座ってるんですよ、テーブルでね。で、いらっしゃいませってやるのは、これは分かる、これだってサービス業だから。そこは来客っていうのは打ち合わせでアポイント取った取引業者だけが来るだけのことであって、一般のお客さんは絶対来ません。そう、一般販売やってませんからね。だから普通に入り口入って、そこにもう役員がこ壁沿いにずらっと4人ぐらい座って、役員と部長とかね、役職好きが座ってて、平がこっち向いて座ってるわけです。向かい合わせでお見合いみたいな、遠いお見合いみたいな感じの座り方なんですよ。でもここの時点でもうやべえと思ったわけですよ。もう この会社なんかやばくないみたいな。そして、昼休みでちょっとことが起きまして、昼食べるとこはないっていうのと、仕出し弁当とかないんですかって言ったら、うちはそんなの一人も取ってません、皆さん作ってきたりとか、外で食べに行くと。で、車があるんでね、そこはね、車、俺通勤ができないとこだったんで、遠いとこだったからね、電車通勤だとか歩いていかなきゃいけないんで、近くに蕎麦屋が1軒ありますって言われたんですね。で、じゃあその蕎麦屋行ってきますということで、昼休憩の時に行って、なんと閉まってたんですよ。で、閉まってるっていうことも伝えてくれよっていうところもあったんですよ。だって当時はあの携帯なんかガラケーで、しかもメールとかね、そういう検索機能ないですからね、あのメールだけなんで、Google 検索なんてついてないですから、ガラケーの時代 でそんなの調べられないんで、あれと思って、休みだなっつって、今度はマクドナルドがもう一個あるよって聞いてたから、ちょっと遠いんですって話をしたら、そこからね12分ぐらい、かかる、45分しかないんで休憩で、そこ行って、そこは確かにね3分ぐらいで、ここ行ったらマックで15分ですよ。であと30分ですよ。で、頼んで待っててやってたら、もう食べる時間ないじゃん。だって帰りの10分とか15分を計算しなきゃいけないから、もう小走りで、帰るはめになるわけじゃないですか。そういう計算がザザザッと働いて、そのマックで結局食ったんですよ、マクドナルドでね。マックが悪いっていうわけじゃないんですよ。で、それを食いながら、もうね、いや、やべえ、もうこの会社やべえと思って、どうすっかなと、昼でこれで帰るかなとか思ったんですよ。社員で、正社員の、それで初日だから、まあでも最低1日はやっとかないとなというところで、大体でもね、2、3日やればその会社の雰囲気っていうのがね分かるんです。ここがブラックかブラックじゃねえかとかね、その頃はあのまだそこまで判断がね、まあできるレベルにはなってきてたんで、もうこれやべえなと思ったんで、1日でやめようと思ったわけですよ。で、また戻ってって、でもう全然休憩なんか取れてないですよ、そんなの。で、こんなの10年も20年もね、30年もまたやっていくのというところで、考えたらそれは無理だなと。そして、またね、そういう変な事務仕事渡されて、今度パソコン使うときは移動してねって言われて、パソコンやって、また戻ってっていうことで、ね、また平付けでこうやって正面向かい合ってるわけですよ。もうそれだけでも気狂いそうになるわけじゃないですか。で、今度は3時ぐらいになって、社長がお出かけをすると。で、その最寄りの駅まで運転してくれと。いきなりですよ、初日から社長と二人っきりで、あの駅まで送らされて、車でですね。ね、で、まあ、送ってって、今度5時ぐらいになったら帰ってくるっていうんで、また迎えに行くわけですよ、であの車でね、車で。送り迎え、これがね、なんか日課らしいんで、出かけるときの、ね。で、それもやると。で、営業らしい営業ってないんで、ほとんどあの電話注文とファックス注文で入ってくるだけだから。対外折衝とかあんまなくて、出向くということもほぼ少ない、まあ、内勤営業みたいな形だったのかな、まあそれはきついなと、そして、会議際に言われたのが、朝はあの始業が8時半だけれども、皆さん45分前に来てますよ、なんでですかと聞いたら、まあ、朝掃除をするんでと。掃除ですよ、おかしいですよね。あの掃除は自分の部屋を掃除するわけじゃないから業務になるわけですよ。タイムカードを押す前に仕事とか業務、あの掃除、ラジオ体操ってやらすのは、あの昭和の頃は良かったんですけど、もう平成になってからではあまり聞いたことがないんで、まあ稀にやってるところもありますけど、それダメですからね。
あの業務ですから、業務の一環であることはタイムカードを押した後に、やると、あのタイムカードっていうか鐘が鳴った後にやるんですよ。8時半なら8時半から5分間ラジオ体操をやるとか朝礼をやるとかってのは分かるんですけども、そこはもう45分前に早く来て、だから7時45分ぐらいに来て掃除とかバタバタやって、その5分前になんか朝礼みたいになって半で修行になる、おかしいでしょって。もうそれはありえないなと、その話を聞いた時点で、家ね、電車に乗って帰りながらね、ガタンガタンって揺られて、帰って中で考えたわけですよ。これはダメだと。で行ってやめますってなるといろいろと問題になって、時間も取るね、手間になる、相手にも迷惑かかるんで、だったら交通費もあのもういらないんで、で1日給料はね、でも振り込まれたんだよね、ちゃんとね、そこはしっかりしてたんだけども、で電話で朝もう言いました、もうこういう理由でちょっとやめますということで、ね、会わないという話をしたんですけど、何が問題なんですかっていうふうにいろいろなんか説得交差が来るわけですよ。そりゃそうですよね、向こうはせっかくね、あの面接でね入れた、しかももう役員たちが直で面接して採用した人間が辞めていくわけですから、もう何があったんだということを、聞かれたわけですよ。でいやお前ら気づいてねえのかともうダメだなこいつら、経営陣から、まあ、腐ってるなっていうことを思ったわけですよ。まあね、生意気ながら、でもそれは人間ですから、あの職業選択の自由っていうのがあるんですよ。で思うのも自由ですよ、それ、まあ、奴隷のように何でもかんでも会社の言うことを聞いてればあの正しい大人っていうわけではないんですよ。間違ったことをやらされてるのにそれを言うことを聞くのはただ奴隷なんですよ。我々は奴隷としてあの企業に勤めてるわけではないです。いろんな企業がそこの会社だけではないんで、他の会社もいろいろありますから、それは選択肢がある、ね、問題ですから、あの会社も選ぶ権利はあるけれども、従業員が、まあ、求職者、ね、求人をね、受けに来た人にも選択肢があるんですよ。選ぶ権利があるんですよ。お互いに、それがだから労使契約なわけですよ。どっちかがあの、ね、ダメだったら労使契約が結ばれないわけじゃないですか。企業側が不採用をね、言い渡す、従業員側が採用を蹴っ飛ばすっていうね、そんなら当たり前なんで、別にね、法に触れる問題ではないんで、うん、だからそれをちゃんとはっきり言える人間なのかどうかだけの話ですよ。ずるずるとこれやっても3ヶ月後に辞めた方が迷惑なんです。なぜなら3ヶ月間教えて、いなくなっちゃうわけじゃないですか。その教えた時間とか手間が無駄になるわけですね。だからそこを考えると、もうその日でスパッとやった方がいいなという考えから、あの判断して、まあ、やめますよって話をしたら、あの、まあ、なんでだって言うから、あの肌に合わないって一言言っときましたもうグーの音が出ないんで、ごちゃごちゃ言ったってカッコつけたってしょうがないんです。もう二度と会いませんから。でその業界にまた勤めるってことはもう考えてなかったんで、業界でバッティングすることもない。だからもう すっきりと、もう二の句を告げさせないためにも、もう肌が合わないんで、もうだってそうでしょ、だって合わなきゃもうはあのできないから、結婚と一緒ですよ。もう生理的に無理だったら結婚できないわけじゃないですか。それと同じようなあの回答をして、まあ、たったね、正社員なんですけど、1日で辞めてしまったという思い出話です。思い出話ですよね。まあまあ、そんな形で、また他のね、思い出話、人の不幸は蜜の味、ぜひね、楽しんで見ていただけたらというふうに思います。まあ、こんな人間も過去にいたんだなというところですね。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。